はい、おはようございます。どうぞお入りください。はい、こちらこそよろしくどうぞ。じゃあ今日はこれからマルシェに行きたいと思うので、よろしくお願いします。マルシェは江戸川記念、いつも美容行くんですけど、今日は土曜日だからやってなくて江戸川記念の方に行きますわ。はい、今日のコーディネートは、このブラウスは、ビットドグルニエなんかブロカントでなんか10ユーロかなんかで買って、あの結構気に入ってんのね。でこのブラウスがこれでしょ。あとはパンツはもう本当に6、7年前のキツネのパンツ、まあ靴も例のごとくキツネのパンツでしょ、うん。であとこのバッグはうちの娘にもらったからどこのメーカーか分かんないんだけど、結構使い勝手がいくていっぱい入るから意外とマルシェ行くとき用だけ使ってます。アクセサリーはもうこれほら例の自分で作ったやつでしょ。ミラノのアクセサリー作家の人が作ってくれたやつに自分がくっつけたって感じでしょ。携帯はいつもなくすから最近首から下げるようにしてるって感じね、うん。ブレスレットもこれもまた古い、もうそれはそれは古いやつで、リボンもねなんか、うん、これはね結構ね、友達がなんかやっぱりこう、まあ、リボン好きだからってお誕生日の時にここのリボン屋さんなんか木馬っていうところがあるの、日本のね、うん、そこのお店で買ったみたいだから、焦げ茶とこの色とグレートとかなんか同じこのパターンで、そう、そんな感じかな、うん。なんかね、うん、なんかしっかりしてるから結構、うん、あの頭溶かさないときにごまかしてやってます。まあ どっちにしろこれほら本当に古いもんだからね、だから今こんな、うん、手作りでなんか、うん、ないと思うよ、うん。昔のものは本当にいいのよやっぱり私ね、それでヴィンテージにこだわってるの、うん。意外とあの旅行でパリに来る人が多いから結構旅行カバン持った人が多いと思う、この通りは、うん。ここも映画ここ結構そうよ、古いのやるの、ね、うん、間口寄せないのに中に映画館があるの想像できないですよね。そうそうそう、うん、そう5つ、そうそう5つあるのよ、5つホールがある、うわちょっと待って巨大なの巨大、見て見て、5人分ぐらいのクロワッサン、クロワッサンここ知らなかった、いつも通ってんのに、うん。ボンジュー、うわーすごい、これは10人分かな、すごい。そうそう、ここのパン屋さんね、なんか名誉プリトってたから結構いつも混んで、そう2016年ね。私ほとんどほら日本の食パン食べる人だから、キャレの、うん、キャレのパン買いに行くの、それでもう1本買って冷凍しとくの、うん。で絶対朝あれじゃないとダメなの、うん。だからあれでトースト、うん、キャレ、ここでよく花買う私、うん。ここね結構ねマルシェの花持つからさ結構買うわよ、うん。かわいいでしょ、いい、ね。私大好きなの、もうお花買う時が一番幸せなの、ジュプロンサアベク、ボンジュレオシー、Oui. Oui. Excusez-moi, madame. C'est tout. Pour faire un bouquet? Non, non, c'est pas. Merci.
Thank you. À mon avis, il a eu la flemme. Ah, il l'a pas mélangé. Non, il les a pas mélangés. Là, je vous dis qu'il faut choisir les couleurs. Merci. Merci beaucoup. Une bonne journée. Merci. かわいいね。私なんかさ、これが好きで。うん、開いたらね。すごい華やかよ。シャクヤク。そう、匂いがすごいよ。うん、パエリア、ラタトゥーユ、パエリア。美味しいって言うよ、それで。日本より美味しいんだって。うん、なんだっけ、野生のアスペルト。うん、すごい。そう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 。うん、セコンビア、うん、高いね。10ユーロ50だって。ほら、これ知ってる？なんだっけ、天ぷらにすると美味しいの。ズッキーニの花。うん、これ南行くと、そう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 、南の方行くといっぱいある。パリであんまり見ない、ね、見ないよね。そう、これも季節のもんだけど、うん、アーティチョーク、うん、アーティチョーク、うん、ねえ、私この長ナスが大好きなので、バルセでしか売ってなくて、あと中華まで買いに行くので、これね、だからもう斜めに切って、もう本当にあの、なんていうの、ごま油で炒めて、ほいで柔らかくなるから、だそこにみりんとお味噌とちょっと豆板醤みたいの入れて、でこれが大大大好きなの。である時はもういつもいっぱい買うから、これをもうあのそのままオーブンに入れるの。ほいで柔らかくなったら皮むいて、ナスのしぎ焼きみたいにするの。それがまた美味しいので、冷たくして、それこそポン酢で食べて、うん、このナスはよく買う。うん、すごい皮も柔らかいし、こんな長いのよ、ほら、うん、これは絶対にね、うん、買ってるよ私。すごい、このトマトも美味しいな、うん、美味しそうね、すごく、うん、私自分のね料理食べさせたいの、いっぱいの。お菓子は今日はね、リンゴの、リンゴケーキって自分のレシピ、うん、私が考えたレシピで、うん、リンゴね、ゴールデンなのね、うん、トワポンゴールデンシルブレ、私のその作るケーキは、うん、ゴールデン、うん、レッツイー、私カツオのたたき大好き、私も好きです、うん、おい、じゃあどう、おい、ちょっとちょっとだけ、5年も住んでたの、5年よ、はい、東京ですか、東京で、カツオのたたきを、はい、私もじゃあどうなの、みんな好きですよね、うん、刺身は一番好きです、刺身鮮明よ、ウニとイカ、ウニ生最高ね、日本の美味しいものはボンジョルネ、へえ、5年も住んでたんですってよ、あのムッシュ、うん、Il y a 3 framboises pour 6 euros. Avec ça? Et tout. Tu prends la mienne avec ça? Oui, kimchi. Merci. Et ça coûte? Naganas kau. こんなの、うん、長いの。ウィスルブテ。あとここモンパラス。そうそう、モンパラスタワー。正面に。すごいのよ。ドフレンチブルちゃん。ウリティブウテボシエントワ。ナイス。Thank you, thank you, thank you very much.
はい、ただいま。お花を買いました。これを全部切ったやつ、全部リンゴ3個分でいいですから。私あんな好きな食器に囲まれてさ、